こんにちは、アキスキッチンのアキです。今回は三色そぼろ丼を作っていきます。そぼろを作るためのポイントを分かりやすく解説しています。この動画を見てそぼろの作り方を覚えて家で三色そぼろ丼を作ってみてください。今回使う材料です。卵4個、鶏ひき肉 140g、 絹さや10本、以上これらの食材を使って料理を作っていきます。まず絹さやはこの先のこれを取ります。で、反対のこっちも取ります。で、こんな感じで絹さやの筋を取ってあげてください。全部筋を取ることができました。次に絹さやを下茹でしていきます。だいたい1分間ぐらい下茹でしてください。ザルに上げていきます。はい、このようにザルに上げました。茹でた後の絹さやは斜めに千切りにしていきます。こんな感じで千切りにしていきます。このように全部切ることができました。ボウルに卵と調味料を混ぜていきます。まず卵4つ、次に調味料を加えます。砂糖大さじ2、酒大さじ1、塩少々、味の素塩の量より少なめでお願いします。ではこれを混ぜていきます。卵そぼろの作る準備ができました。中火で加えて何本かの箸を使ってかき混ぜながら作ります。それではやっていきます。いり卵を作るイメージでやっていきます。このくらいになればもう完成です。次にひき肉と調味料を合わせていきます。ひき肉 140g、 醤油大さじ2、みりん大さじ1、酒大さじ1、味の素少々。ではこれを軽く混ぜていきます。はい、これでそぼろにする準備ができました。調味料を合わせたこの鶏ひき肉を加えます。中火よりも少し弱めで加えて、箸をこのようにいくつか使ってそぼろを作っていきます。加えたらもうすぐにかき混ぜてください。イメージとしては少しずつ混ぜながら火を加えていくっていうのをイメージしながら作っていきます。これで完成です。完成しました。それでは食べていきたいと思います。いただきます。うん、うまい。まず一つ反省があって、
鶏そぼろの味濃すぎてしまいました。鶏そぼろに加えた調味料の醤油はもう少し少なくてもいいかなって思いました。今回は、そぼろを作るのがポイントで、強火でやるよりも弱火や中火でかき混ぜながら徐々に作っていった方が絶対いいので、皆さんはその方法でそぼろを作ってください。絹さやを乗せることによってより見た目が良くなって美味しそうな仕上がりになります。美味しかったので、ぜひとも皆さん家で三色そぼろ丼作ってみてください。最後までご視聴ありがとうございました。この動画の概要欄に今回作った三色そぼろ丼のレシピを載せておきます。すごく美味しかったので家で作ってみてください。この料理が上手にできたよって人はコメント欄で教えてください。その他に何か作ってもらいたい料理リクエストがありましたらお待ちしております。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。